先天性欠損症、または先天性疾患は原因に関係なく出生時に存在する障害のことである。先天性欠損症は身体障害、知的障害、発達障害などの障害を生じる。障害は軽度から重度まで様々である。先天性欠損症は主に2つのタイプに分けられ、一つは体の一部の形状に問題がある。 構造障害ともう一つは体の働きに問題がある機能障害である。機能障害は代謝異常症や変性疾患などが含まれる。いくつかの先天性欠損症は構造的及び機能的障害の両方を含む。先天性欠損症は遺伝的、または染色体障害、特定の薬品、または化学物質の曝露。 妊娠中の特定の感染症などが起因の場合がある。危険因子には、妊娠中の陽酸欠乏症、飲酒、喫煙、糖尿病の管理不良、35歳以上での妊娠などが挙げられる。多くの先天性欠損症は、複数の要因が含まれると考えられている。先天性欠損症は、出生時に見られるか、スクリーニング検査によって診断されることがある。 いくつかの障害は様々な出生前検査によって検出することができる。治療法は疑われる障害のタイプによって異なる。治療にはセラピー、投薬、手術、副使用具などが用いられる。2015年までの先天性欠損症の患者数は約9600万人である。米国での発症率は新生児の約3%である。 先天性欠損症による2015年の死亡者数は約62万8000人であり、1990年の75万1000人から減少した。最も死亡数が多い先天性欠損症のタイプは、先天性心疾患の30万3000人であり、次に神経管欠損症の6万5000人である。ありがとうございます。